皆さんこんにちは。四国の香川県出身、東京在住のチャップキチと申します。本日はですね、ディズニーについてお話ししていきたいと思います。本日はよろしくお願い致します。さあ、やっとこの日がやってきた。 ってていうう感じで僕はもう非常に興奮しておりますディズニープラスというものがえついにですね6月11日に日本に上陸するという情報が今日公開されましたディズニープラスっていうのはですねまああのディズニー、まあ、公式にディズニーが直属にねじ々に運営されているディズニーのコンテンツ見放題の月額 サービスですで、まあ、今回ね、ねそのディズニープラス、まあ、今は非常にニュースとかで話題になってますけど、まあ、実際に一体どういうものなのかっていうものをこの動画で皆さんに伝えられたらなと思って、今日、私はここに存在しております。でまあ、まず1つ目に、ディズニープラス、どういう風に入会するのかっていう入会方法。で2つ目に すで、えー、にですね今、日本にあのドコモとディズニーが連携して運営されているディズニーコンテンツ見放題サービスのディズニーシアターというものがあるんですがそのディズニーシアターとディズニープラスの違いこれがどういうものなのかで最後、3つ目に6月に、ね、解禁されるディズニープラスこれがどういうものなのかあのどういうメリットがあってどんなコンテンツが見られるのかっていうものを、まあ、ちょっと、ね、共有できたらなと思っております。 はいでは今回ねあのそのディズニープラスの公式ウェブページホームページがもう公開されておりますのでそのホームページを一緒に見ながらちょっと話していきたいなと思いますはい出ましたこれがメイン画面ですまああのここにねロゴがありますがついに日本形式ディズニープラスというカタカナがねここに追加されましてディズニー映画の代表ねアナと雪の女王 ピクサーの代表、トイ・ストーリー、マーベルの代表、アイアンマン、スター・ウォーズの代表、なぜか BB.8、最後にナショナルジオグラフィックの代表、えクマ、えー、5名のキャラクターが表示されております、まあ、とにかく、ね、ディズニー作品、ピクサー作品、マーベル作品、スター・ウォーズ作品、ナショナルジオグラフィック作品、これ、すべてディズニー管轄のコンテンツでございますので、これらの作品が見放題というのが、このディズニープラスということです。 ディズニーな毎日をプラスしよう。あっ、そういう意味だったんですね。いやこの、ね、ディズニープラスの,このプラスの意味が特に僕は理解できてなかったんですが、まあ、毎日をねディズニー、まあ、そんな夢のある毎日にプラスしていこうと、そのパートナー、その相棒にこのディズニーはい。でね、えー、これ6月11日、日本でサービス開始ということです。で早速ね、ねこの入会方法というところなんですが、これね、実は。 僕もね、これ、想定外だったんですが、まあ、すでにディズニーシアター、えー、入会されている方、この方は特に何もしなくてもいいということなんですね。まあ、すなわち、ディズニーシアター、これがそのまんまディズニープラスに進化するということなんです。なので、結局、入会方法というのは、もうディズニーシアターに入会する、今の現状だと、ディズニーシアターにとにかく入会すると、ディズニーアカウントを作って、ドコモアカウントを作って、で、 結局、その2つが連携させて、クレジットカード登録して、すぐに見られるようになるという、まあ、そういう感じですね。ただ、無料期間もございますんで、一、まあ、回ちょっと試しにやってみるっていうのもいいかなと思いますが、まあ、今するというよりかは、やっぱりあのディズニープラスになってからやった方がいいんじゃないかな、まだね、あの登録されていない方はね。で、月額料金は変わらず700円。で、無料体験期間はディズニーデラックスとディズニープラスで共通となりますというふうに書かれてます。 なんでまあディズニーシアターはこの,世のこの世からなくなりディズニープラスに変わるとなんでまあアイアンマンで言うとジャービスがビジョンになったみたいなそういう感じですかねなんでまあ2つ目のディズニープラスとシアターの違いっていうのはそういうことですねあのディズニーシアターの方も同じくそのディズニーとピクサーとマーベルとスター・ウォーズこれらの作品が見放題だったんですがナショナルジオグラフィックというのは含まれてなかったですね であとなんか噂によると、あの20世紀フォックスも一応、そのディズニー管轄なので、20世紀フォックス作品もいくつか見られるという話を聞いたりしますが、それも特にディズニーシアターの方ではなかったです。でさらにですね、ディズニーシアターとディズニープラスの違い、大きな違いが1つあるんです。まあ、これはこの3つ目、ディズニープラスに加入して、どんなコンテンツが見られるのかというところでお話しします。はい、ではいでちょっっと下に行っていきますね まずこちら、出てきたのがあの配信開始作品、ディズニーシアター、現状ではディズニーシアターで配信されていないものが、ここに 2, つ2作品、書えています、トイ・ストーリー4とライオン・キング、これ、つい最近ね、公開されたものって、これがついにオンラインで見られるようになるということです。で、その次、これです、ディズニープラスオリジナル作品、これが非常に豊富。 っていうののがこのディズニープラスのメリット強みフォースですために制作された長編映画シリーズというものがとにかくいくつかあるんですが、まあ、これちょっと少し紹介されてますねまずこれ、えー「ディズニーワン,ワン物語」これはあのアニメーション作品でありましたね昔それが実写化されたものですね あと、あの、このハイスクールミュージカルのスピンオフみたいなものとか、あと、フォーキー、こういうキャラクターなんですが、これはちょっと僕もね、あの存じ上げないんですが、あとボー、某、えー、ピープはどこにっていう、まあ、これはトイ・ストーリーのスピンオフですかね。で、あと、まあ、この東郷っていう、まあ、犬の、もうどういうものかわからないんですが、これ、あれですかね、スパイダーマンの、あ、出てた人かな。 もうディズニープラスでしか見られないディズニー作品が見られると。でまあね今回ね飛ばしたものっていうのがちょっと僕が非常に楽しみにしているものなんですが少し紹介しますとこのまずこのイマジニアリング夢を形にする人々これね実はあの長編ドキュメンタリー作品なんですがあの皆さんねあの テーーマパーク例えばあの東京ディズニーランドであればあのカリブの海賊とかもうすごいですよね世界観がもう詳細に至るところまでザ・カリブの海海賊たちもなんかすごいいかにも本物らしく動いたりなんかああいうディズニーのアトラクションの世界観であったりとかショーですねエレクトリカルパレードやら最近終わったディズニーシーンのファンタズミックやらもうとにかくディズニーに行くたんびにすごいこう鳥肌立たされるとか異世界に非日常的な空間を味わえるとかまあああいうディズニーのテーマパーク の世界を作っている人々これに焦点が当てられた作品なんですでまあ、実はねあのこのああいうアトラクションとかショーをプロデュースプランニングクリエイティブしている人々っていうのはこれは実はオリエンタルランドの人々でもなくもちろんあのディズニーカンパニー本社の人々でもなくこれはですねディズニーイマジニアリングっていう会社がありましてその会社に属する人々がすべてこの全世界の カリフォルニアディズニーランドから始まりフロリダのディズニーワールドになりフランスのパリのディズニーランド東京ディズニーランドそして最近に。 至っている香港や上海さらにはあのハワイのディズニー・の世界観を作り上げていいるととうことですディズニーマジニアリング、まあ、これはあのもちろんディズニー・カンパニー本社の子会社でございます。とにかくね、これ話すと長くなりますので、また今度ちょっと詳しくね、皆さんにお伝えしたいんですが、まあ、ディズニーというのは非常に大きい会社になってまして、ディズニー・カンパニーという本社がまずあります、ウォルト・ディズニー・カンパニー。そこにも至る部署、映画部門、テーマパーク部門、 商品部門、もうそれぞれ担当に分かれておりまして、子会社化してるんですね。で、そのあ有数たくさんある子会社の中の一つに、このディズニー・イマジェニアリングっていう会社があって、で、この会社が、えー、そういうアトラクションとかショーの,あの世界観を作り上げているんです。まあ、その世界観の一体どういう舞台裏があるのかっていうものを、今回ドキュメンタリーで初めて追った作品になってますので、やっぱり今までね、見えなかったですよ。カリブの海賊はどんな風に使えていのかとか。 もうスプラッシュ・マウンテン、あれもうすごい、中もなんかにねあれ動物たちが動いてどういうふうに動かしているのかとか、あと最近、えー、アメリカのディズニーに完成したあのスター・ウォーズ・ギャラクシー・エッジ、あれもいかにしてああいうスター・ウォーズの惑星を作り上げ、どういう設定で仕掛けをすることによってファンは喜ぶのかとか、まあ、そういうものがすべてこう詰まった作品になっているようです。これ、めちゃくちゃ楽しみですね。 ディズニー・イマジニアリング。で、その後のこのディズニーの舞台裏っていうのは、おそらくこれご、ごめんなさい。僕もね、定かではないんですが、これはおそらくそのイマジニアリングの人というよりかは、えー、常に、ね、このディズニーを支えている人々、例えばショーの準備をしたりだとか、あとこのオペレーション、ショーのオペレーションの方とか、あとあのキャストですね。でディズニーパークの働く人々に舞台裏に追った作品っていうのがこのディズニーの舞台裏。スター・ウォーズ・マンダロリアン。これは、 あののギャラリーとこれ、スター・ウォーズ・マンダルリアンっていう、実はスピンオフ作品が最近えございます。これはディズニープラスオリジナル作品です。なので、映画館でも公開されませんし、ネットフリックスでもアマゾンプライムでも見られません。ただ、これは、ディズニープラスって、もう、だから、来月ね、6月に日本に上陸なんです。それまでね、マンダルリアン、もう、実はシーズン1はもう出てるんです。それ、もう、日本のファンは待てなかった。僕もそうです。 マンダロリアン、ディズニープラス来るまで待たないかんのかって、もそんなもの耐えれるわけはございませんので、それに、屈した、その、オールドディズニージャパンは、ディズニーシアターの方でマンダロリアンシーズン1を公開されてくれたわけです。なので、シーズン1はすでに、あの、ディズニーシアター入っている方は、もう見られる状況ということですね。僕もすべて見ました。もうね、やっぱローグワン以来の感動でしたね。あれはもうめちゃくちゃ面白い。 やっぱあの,あの時系列、あの時代ですね、結局エピソード3と4の間とか、エピソード4に近いあの時代がやっぱり、スター・ウォーズ・アンは一番好きなんだと。 だから、ローグワンもすごい楽しかったですし、今回のマンダロリアンっていうね、またスターウォーズの話をすると長くなってしまいますので、ごめんなさい。えー、大変、えー、失礼いたしました。まあ、とにかく、あの、この、マンダロリアン、あとこれからね、シーズン2、シーズン3の制作も決まってますので、その作品もこのディズニープラスでは見られるようになるということです。それの舞台裏、メイキングっていうのはこのギャラリー、スターウォーズ、マンダロリアンということですね。で、最後にご紹介するのはこれ。スターウォーズ、クローンウォーズ。これがね、僕は一番楽しみにしている作品です。はい。 スターウォーズ、クロムウォーズというと もうはるか彼方の昔の話になります。確か2006年ぐらいだったかな、シスの復讐、エピソード3で公開されたのが2004年ぐらいなんで、まあ、それのちょっと2年後か3年後だったかと思いますが、そのにあに、あのエピソード2と3の間の結ぶ物語、だからまあエピソード2はクローンの攻撃っていう名前なんですね、実は、スター・ウォーズのタイトルが。クローンの攻撃っていうのは、実はエピソード2の時にクローン戦争というのが勃発したわけです。でそのクローン戦争が始まる瞬間っていうのが、エピソード2で描かれてるわけです。でそのクローン クローン戦争っていううのが終結しそうなところがエピソードのでそのクローン戦争の一番ど真ん中、もう一番もうジェダイやらバトルドロイドやらがあのこう活躍する時代というのが実写版では実は描かれてないんですね。だからそれを描いたのがこのクローンウォーズというアニメーションドラマシリーズということで、もうすでに、えー、もうこれ本当ね、先ほども言いましたが、すごい昔で、あのディズニーが。 あのルーカ活フィルム』、スター・ウォーズ制作会社を買収するなんて、そんな話もなかった頃から、実はやってる作品なんです。なんでもうすでにシーズン6まで出てますね、だシーズン6でも100話以上の作品がもうすでに4人出回っていると、僕も結構昔に見ました。 でシーズン6で最後、ファイナルシーズンでちゃんと最後までやろうと思ってたのにもかかわらず、ちょうどその時にディズニーがルーカスフィルムを買収するという話が出て、このクローンウォーズの制作がもう中断されてしまったわけですね。だから、もう、ちょっとね、中途半端なところで終わってるんですよ、あのシーズン6、あのロストミッションっていうタイトルで今、もう出てますけれども、まあ、それ見ました。結構あのー エピソード3のオーダー66とかね。ちょっと専門的な話になって申し訳ないです。あごめんなさい。あの30秒だけ話させてください。えー、何話とかでも打ち切りになってるんで、なんかスイーズン属のロストミッションは中途半端なところで終わってるんですよ。ただ、今回それ、もちゃんと最後まで作ろうって言って復活したのが、このクローンウォーズ、ザ・ファイナルシーズン。だからまあシーズン7的な存在ですね。これでやっとクローンウォーズが綺麗に完結すると。完結するっていうことはどういうことかというと、エピソード3に綺麗にこう、つながると。 いうのがまあこのクロームウォーズのドラマ。なんで、これ見ると、もう、プリクエルシーズン、プリクエル、新三部作ですね、の世界観をかなり体験できるということで、非常に楽しみですね。はい、すみません、長くなってしまいました、スター・ウォーズの話になるとですね、申し訳ございません。とにかく、こういうふうに、全世代が楽しめるラインナップ、だから、スター・ウォーズにしかり、マーベル、こんなマーベルなんでね、もう、男性ファン、女性ファンからしても、子供から大人まで楽しんでる、マーベルシリーズやら、ペクサーシリーズ。 そしてさらに自然の、ね、壮大さを感じるナショナルジオグラフィックまでとにかくすべてが揃ったのがこのディズニープラスというところです。1、はい、個だけ、ね、あのちょっと残念だったっていうか僕個人的にちょっとショックだったのがそのディズニープラスとディズニーシアターの違いの一つとしてディズニーシアターで 1920×1080 フル HD の画質しか対応してなかったんです。 で、あとは、あの音質も2チャンネルっていうことで、まあ、そんな5.1ミリのサラウンドなあの音には対応してなかったんですね。で、アメリカのディズニープラス、比較してこう見てみると、ディズニープラスは実はその、HDR、4K に対応しているという話を聞いてたんです。うわぁ、早くディズニープラス来たらな、4K 画質で、あのディズニー作品見えるのにいいなってずっと思ってたんですが、まあ、今回やっとね、ディズニープラスやってきて、さあついに 4K 対応か、と思いきや、 まさかのフル HD。 えー、2チャンネル対応ということらしいです。なんかね、あの、実は 4K 対応に今検討中らしいんで、まだそれが対応してないだけかと思うんですけれども、現状6月11日に解禁したタイミングでは、えー、フル HD ということです。大体の皆さんはあのスマホとかあのパソコンとかタブレットとかに見ますので、フル HD で全然十分だと思いますし、僕もね、最近あのテレビ売却しましたんで、別に大画面で見るわけではないんですが、 まあ一応ねまあ僕の前そのパソコンの,そのディスプレイ的なやつがあるんで、それが一応 4K 対応で、それでねもう目の前でまじまじと細かいなこのお、ライトセーバー、こんな形してるのかとか、そういう感じで見ようかなと思ったんですが、ちょっとそれはかなわないということらしいです。あで、あれですね、Apple TV と Chromecast と Fire TV、この3大ネットテレビっていうんですかね、この3大テレビで。 オンライン配信動画が見られるっていうこの3つの三大巨頭に関しては対応しているということですただ PS4 には対応してないみたいですねこれなぜかわからないんですけどねまあそこだけちょっと注意いただければなというところです まあね、Fire TV とかめちゃくちゃ安く売ってますしね。しかも別に今回 4K じゃないからね、フル HD のあのス、Fire Stick で全然十分かと思います。インスタ見てみますが、今日ね、昼の段階では2000人ぐらいだったんですが、おすごい。まあ増えてますね。2859年800人ぐらいか。まだあんまり伝わってないのかもしれないですね。そして、最後にちょっとお伝えしたいのは、あの、Netflix とか Amazon プライムとか、Hulu とかね、 まあそういうういのはもう色々見れますからもうディズニーだけ、まあ、基本的にディズニー作品はあまりないかもしれませんが基本的にもういろんなジャンルの映画「ニュージキボックス」もあれば「パラマウント」もあればもちろん日本の映画も見れたりとかあとドラマとかもねいろんな幅広いジャンルが揃ってるのがまあ,ああいうプライムビデオ風流、パラビー、ネットフリックス。 っていうことなんですが、果たしてディズニーだけでその,その,入る、まあ、その分、安いからかみたいな感じで思われる方いらっしゃるかと思うんですが、あのですね、一つね、動画、皆さんにお勧めしたい動画があるんです。えこれはあの日本のチャンネルでは公開されていないんですが、YouTube のディズニーの公式アカウントから公開されているディズニープラスの公式トレーラーなんですよ。まあ、これを見るとね、僕の意見、僕の感想ねこ見たときに、あ この感動も、あの映画もうわ、あの鳥肌もうわ、あの好きなキャラクターもうわ、マジか、これもそうか、よう考えたらそうか、うわ、これも、あれもディズニーかと。 もうとにかくね映画館で感動したあの瞬間は全てディズニー映画だったのかっていうぐらい意外とやっぱりあの家族で楽しめたりとか、まあ、あのカップルで楽しめたりとかもうすごい平和なポジティブなもうすごい王道の映画というのはやっぱり結構最近ディズニーがね作っているっていうのを痛感させられるなんかディズニーの底力というものが痛感させられる動画となっております。なんかあの ディズニープラス日本の動画、これ見てますけど、これ15秒と30秒の動画上がってますけどね、まあ、これよりもぜひ見ていただきたいのは、このもうちょっと長編、1分ぐらいある、1分か2分ぐらいの、このディズニープラス公式アメリカの予告編をぜひ見ていただきたいと思います、ぜひこれを見られたらですね、まあ、ちょっとあれ、ディズニープラス入ってみようかなと、無料期間だけでもちょっと体験してみようかな、あちょっとスターウォーズだけでもちょっと見直したい、いや、マーベルのシネマティック・ユニバースの作品だけでも、とりあえず見直すためにディズニープラスに入ってみようかな、そういうふうに。 感じていただけたら僕もディズニー好きとしては非常に嬉しく感じますはいということで、えー、本日はこのディズニープラス、えー、ご紹介いたしました6月11日非常に楽しみですまあもう少しね強いてよく言えばもうちょっとこのステイホーム期間の方に到着してくれれば非常に嬉しかったんですがまあやっぱりねいろいろそういうのもなかなか難しかったということで今回6月11日に上陸されるという情報が公開されました はい。ということで、またね、このディズニー関連、ディズニープラス関連、ディズニープラスオリジナル作品に関しても、いろいろもし情報があの面白いなと思ったら、ちょっとぜひすぐにあのこの動画撮ろうかなと思ってますんで、ぜひともこれからもよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。今日も最後までご視聴本当にありがとうございました。それではまた皆さん、次回お会いしましょう。Me the Force Be With You!